2011年日本列島を襲った未曾有の大災害、東日本大震災。多くの自衛隊員たちが震災発生直後から災害派遣活動を行った。彼らは国民の思い、被災者の願いを行動に移すべく、それぞれの胸にどのような決意を秘め、被災地へと向かったのか。2011年3月11日、時46分、東日本大震災ぜ。マグニチュード 9.0 という前代未聞の規模で東日本全土を吸収。巨大な津波を伴い、東北北関東地方に甚大な被害を与えた。かつてない規模の大地震は多数の地方自治体を壊滅的状況に追い込み、刻々と被害状況を拡大。同日14時50分、地震発生からわずか数分後、防衛省は災害対策本部を設置。この歴史的国難に対し、全国の自衛官、事務官などが一丸となって速やかに対応を開始した。自衛隊は陸、海、空の統合任務部隊を編成。創設以来最大の規模で各地の支援活動を開始した。巨大余震が続く過酷な状況の中、自衛隊は被災者の捜索、救助に重点を置き活動。本震災により被災した福島原発。自衛隊は福島原発付近でも活動。ヘリや消防車による放水活動などを実施した。それとともに周辺住民の避難誘導、行方不明者の捜索を行った。3月12日、本震災の被害状況報告を受け、アメリカ軍は友達作戦を発動。陸、海、空軍、海兵隊が連携し、約1万6000名を超える将兵が作戦に参加。オーストラリア軍、韓国軍、タイ軍、イスラエル軍も駆けつけ、自衛隊と協力し、さまざまな支援活動を行った。自衛隊は現地でのニーズを把握した上で、被災者の負担を軽減するべく大規模な生活支援活動を実施。自衛隊の支援は被災者の生活の細部にまで及んだ。
今回の支援活動において防衛省は制度創設以来初めて即応予備自衛官及び予備自衛官を招集。被災者への生活支援や在日米軍の活動を円滑にするための通訳などで活動した。7月1日をもって蔡統合任務部隊は解散。陸、海、空、自衛隊を統合した災害派遣活動を終了した。東北は確実に前に進んでいる。被災者と被災地の完全復興の日を迎えるまで自衛隊の任務は終わることはない。